ライバル。俺の親父から聞いた話。親父が小さい頃の遊びと言ったら、綿香が大ブームで、親父も色とりどり様々な綿香を集めていたが、腕は空っきしだったとか。ある時、同じ町内の A 君に惨敗し、彼に頼み込んで特訓を受けた。 勉強そっちのけで血の滲むような練習を重ねたところ、かなりの上達を遂げ、気がつくと、親父は近所でも名うての面ン名人になった。師匠である A 君までもがライバルと認め、二人の直接対決は、町内の子供たちが皆観戦に集まる名物となっていた。星取りは一心一体で、なかなか決着はつかなかったとか。 しかし、A 君は父親の仕事の都合で東京に引っ越してしまった。親父とはいつか必ず決着をつけよう、それまでお互い練習しようね、と固く約束したという。遠く離れても、親父と A 君は手紙のやりとりを続けた。手紙には面子を同封し、たびたび互いの自慢の面子を交換していたという。 ある日の夕方、親父は帰宅中に公園で見覚えのある子を認めた。A 君だった。歓喜し、A 君に駆け寄ると、A 君も嬉しそうに満面の笑顔で迎えてくれた。何を話したか覚えていないそうだが、親父は近況を語り、A 君はニコニコしながら聞いてくれた。話もそこそこに、面子の勝負を持ちかけると、A 君は、 もう俺はメンはできないんだ。たくさん集めたけどあげるよ。と、巾着袋に入ったメンを親父に手渡した。親父は驚き、理由を尋ねたが、A 君は、大事にしてね。バイバイ。とだけ言い、帰ってしまった。釈然としないまま家に帰り、先ほどの出来事を母に話した。母は真っ青になり、そんなことはない。 人違いだ。という。証拠とばかりにもらった面子を見せると、母は、お前が気落ちすると思い、言うかどうか今日まで迷っていたんだけど、A 君は先月亡くなったんだよ。川で溺れたんだって。お母さん同士仲が良かった K さんの家に連絡があったんだって。親父は信じられず、しばらくの間塞ぎ込んでしまったらしい。だったら俺が見た A 君は誰だよ。 もらった面子は何なんだよ。と。しばらくして、A 君の死を事実として認めた親父は、なんとかお墓参りに行きたかったが、小学生が一人で東京まで行けるはずもなく、結局、線香をあげることができたのは、4年が経った頃だった。親父は、A 君の仏前に、当時お気に入りだった負け知らずの忍者の面子を備えた。 親父は思わず涙がこぼれたという。決着つけられなかったね。遅くなってごめんね。と、仏前に語りかけた。その一年後、実家でぼやがあった際、メンはほとんど消失してしまったという。焼け残った数枚は経年変化でもうボロボロになっているが、親父は今でも大切にしまい込んでいる。 この話を聞いた後、試しに親父に勝負を挑んでみた。いつの間に買っていたのか新品の面ンを出してきた。まさに鬼のような強さだった。俺が素人とかそういうのを抜きにしてもとんでもない強さだった。親父は、A 君はもっと強かったぞ。と自慢げに語っていた。 はじめましてうちの母方のばあちゃんの話母方のじいちゃんばあちゃんはアメリカ人でうちの父は日本人母はアメリカ人出張でアメリカに来ていた父交際は当時むちゃくちゃ反対された特にばあちゃんが日本人だけはダメ と猛反対しかし母もそこはアメリカの女の性格持ち前の気の強さと揺るぎない意志で絶対一緒になると突っ走ったばあちゃんが母を往復ビンタ絶好すると怒鳴り散らしても母は聞かなかった母は車ぶっ飛ばして家出して一時音信不通になったりしていた とうとうお金を貯めた母は父の住む日本、東京へ行く日になった。ばあちゃんは空港に見送りに一緒に行きたいと告げた。穏やかなばあちゃんに、親と感じつつ空港でばあちゃんに会った。ばあちゃんが何かを差し出した。古くて小さい日本のお守りと古びた写真。 母は初めて見るものだったから無造作に中を開けた。お守りというものすら知らなかった。そこには古くてシワシワの小さな白い紙。米粒一つが入っていた。古くてシワシワの紙を読んでみた。日本語で、ローザ、君を愛している、と書いてあり、英語で、 綺麗な字で I love you とあったパッとばあちゃんを見ると泣いていた訳を聞くとばあちゃんは結婚する前大昔日本人と恋に落ちた写真に写っている背の低く丸い典型的昔のメガネをした優しそうな日本人それが ばあちゃんが恋に落ちた彼だったしかし戦後すぐのアメリカと日本戦争の傷跡からか周囲は二人の結婚に大反対日本にいる彼の親も大反対連れ戻すように彼の親がアメリカに来て彼を強制的に連れ帰ってしまったばあちゃんは 何ヶ月か泣いて泣いて毎日を過ごした。自殺未遂まで測った。そして、日本から一通の手紙が届く。中にはそのお守りがあった。ローザ、君を愛している。読めない日本語だったが、住所も書いてあり、ばあちゃんは彼への愛を確信し、彼に会いに日本へ。 どうにかして彼の住む家付近に着いた。近くを通った人に住所を見せ家を聞くと顔色が変わった。拙い英語でデッドと言われた。半信半疑で家に着いた。正気のない母が迎えた。彼は自殺していた。 あのお守りは彼が厳しい両親の目をかいくぐり送った彼からのメッセージだった。あれを書いた数日後、自殺した。彼は死んだ。アメリカに戻り、その後の狂乱ぶりは街でも有名になるくらいばあちゃんは病んだ。セラピーも何年も受けた。 どうにかして彼を忘れ、日本を忘れ、じいちゃんと結婚。まさかお前が日本人と恋に落ちるとはね。私は三つを忘れようと何年も必死だった。本心は三つがいない世界なら死にたかった。あれから日本人とは関わらないようにしてた。日本がトラウマになってたからもう反対した。怖かったから。 悪かったね。だけど日本人を好きになったと聞いたとき、本当は嬉しかった。と、ばあちゃんが号泣しながら語ったという。写真には幸せそうに寄り添う三つさんと若いばあちゃん。不思議なのは、ばあちゃんも母さんも何も知らない日本人に一瞬で恋に落ちた。 家計なのか単なる偶然なのかあと一つエピソードがあって光雄さんが日本に連れ戻される前泣き出したばあちゃんにもし二人が引き裂かれて離れ離れになっても僕は絶対生まれ変わってでも君に会いに来る君がおばあちゃんになってても僕は絶対に君に会いに行くよその時は 僕は済ました顔で、日本語で、はじめましてって笑って、桜を見せてあげよう。僕を忘れても構わない。だけど、その時は思い出してほしい。と言っていた。母ちゃんが初めて父ちゃんをばあちゃんちに連れてきた時、緊張しまくった父ちゃんは、散々練習した英語虚しく、 とっさに、はじめましてって言って、中で日本桜が舞い散るスノードームのようなものをばあちゃんにプレゼントした。誰にも話してないエピソードだからばあちゃんはむちゃくちゃびっくりした。ばあちゃん嬉しかったってさ。みつおさん、ありがとう。 娘の叫び当時嫁と3歳の娘がいて幸せな家庭だったは俺の話収入こそ大して多くはなかったけど幸せな家庭を築いていたただ8年勤しんだ仕事は賃金が下がり 上司や同僚もリストラに会い個々人の仕事量自体は増え私は心身ともに疲弊の一途をたどっていた「最近夜遅いのね体は大丈夫?」と嫁に心配され食事もろくにとれず体重も10キロ減りかなり苦しい状態だった「最愛の家族を養うためにも働かなければ」 日々頑張っていたのだが、一度職場に向かう途中で倒れ、気がつくと病院のベッドの上で点滴を受けていた。幸いかどうかはわからないが、私が病院に搬送されたことを嫁は知らされていなかった。家族に自分のことでむやみに心配をかけたくなかった。 会社に連絡して事情を説明し、その日と翌日に休暇をもらった。医者によると、過労と心身症であるといい、片頭痛もおそらく精神的なものに起因し、一日入院する方がいいとのことだったが、娘の顔を見たかったので帰宅する旨を伝えた。医者からは、少しの間会社を休んだ方がいいのでは、と提案されたものの、 同僚がリストラにあったのを目の当たりにしてからは仕事をしないことは恐怖でしかなく私の中では早く仕事に戻らなければという気持ちしかなかっただが医者からの休息の提案は杞憂であり後日職場に復帰した際に直属の上司からリストラの対象として私は失業せざるを得ないことを聞かされた。 昼までは引き継ぎやデスクの整理をしていたように思う。そこからの記憶は曖昧で、電車に揺られ幼少期に家族で行ったある観光名所に来ていた。どうしていいのかわからず頭の中も真っ白で自分がすごく惨めで賠償な存在に思えた。 日本海に面したその観光所に着いた頃にはもう土産屋なども閉まっており暗闇の中で青白い日本海が完全に雄大な姿を映しており波の音が聞こえていた私はいろいろなことにとても疲れていて物事を深く考えれていなかったんだと思う断崖絶壁から海を見たらなぜか 頬を涙が伝っていたふとあたりを見るとぼーっと光を放っている部分があった光の主は電話ボックスだったのだがなぜか青く光っており気づけば私はふらふらとそこに向かっていた自殺の名所としても有名な観光所だけあって電話ボックスの中には 多量の十円玉と何種類ものタバコが剥き出しで置いてあったそういえば娘の妊娠がわかって以来ずっと吸っていなかったなと思いタバコを手に取ったタバコに火をつけ電話ボックスの中で私は再び泣いた電話ボックスの中で座り込んでたら 誰もいないはずの外から人の気配を感じ耳元で電話鳴ってますよという声が聞こえた辺りを見回しても誰もいないし幻聴かとも思ったが不思議なことに電話ボックスの中で着信音が鳴った会社を出てからは電源をオフにしていた私の携帯だったあなた何してるの どこにいるのよと嫁の泣きじゃくる声が聞こえた嫁が色々と質問してきて私はリストラやその前に過労で倒れたことなどを話したそして娘の声が聞きたいと私は言った受話器の奥で嫁が娘の名前を呼んでいるのが小さく聞こえたと思うと お父さんを返せ!」お父さんを返せという娘の叫び声が私の鼓膜を刺激した気づけば私は号泣しながら娘に「ごめんなごめんな」とただひたすら謝り続けていた 再び読みに変わり、今ちょっと遠いところにいるけど、今から帰るよ。心配かけて本当にすまない。と言い、しっかりとした足取りで私は帰路に着いた。途中から乗ったタクシー代で失業決定直後から随分な出費になったものだ。 今は別の仕事に転職して娘はもう小学校中学年になっている嫁もパートで働きながら家族三人で仲睦まじく暮らせているただ不思議なのは電話ボックスで聞こえた声と切っていたはずの携帯が鳴ったことあと嫁が電話している時に娘が どうしてお父さんを返せと叫んだのかを聞いたそうだがその後も娘はずっと泣きながらお父さんを返せと繰り返しそのまま疲れ果てて寝てしまったらしい後にも先にもこういった不思議な体験はしていないので結局のところあれらは当時の私の精神的なものが原因だったのかもしれないがあの場所に電話ボックスを置いてくださった方のおかげで 今の私があり私を導いてくれた電話ボックスの青白い光のおかげで今この家族があるのです今でも何かあったら娘の「お父ん返せ」を思い出して頑張れる文書では分かりやすく書いたけど当時の娘が実際に言ったセリフ自分が向かった 自殺でも有名な観光場所は分かる人には分かると思います離れようとしなかった知り合いがキノコを取りに山に入った時のこと。 その朝は、飼っている老病が出かけようとする彼の足元にしつこくまとわりついて離れようとしなかった。滅多にそんなことはないので、不思議に思いながらも、何とか猫をなだめて家を出た。いつもの場所へ行ってみたが、どうしたものか、収穫が思わしくない。それで、 少し先まで足を伸ばした。当たりをつけた場所まで行ってみると、思った通り、いい具合に育ったものがそこかしこに顔を出している。早速、しゃがんで取り始めた時だった。パッキリ、と、誰かが枯れ枝を踏んだような音が聞こえた。手を止め、 立ち上がってあたりを見回したが、誰もいない。気のせいか。そう思って、再びキノコを取り始めた。すると、しばらくしてまた、パッキリ、という音がさっきとは違う方向から聞こえた。彼はもう一度立ち上がり、あたりを見回したが、やはり誰もいない。 なんだろう首をかしげながら彼はキノコ取りを続けたそしてもう聞こえないかと安心しかけた時パッキリ今度はずっと近くで聞こえたしかし周囲には誰の姿も見当たらない さすがに不安を覚え、彼は胸ポケットの灰オの入っている森袋をまさぐった。だが、そこに森袋はない。顔から血の毛がうせていくのがわかった。ダメだ、引き上げよう。そう思った時、不意に背後で、バッキリッと音がした。 はっとして振り返ると、十七八歳くらいの若い綺麗な娘が立っている。全身がそうけ立ち、彼はその場から逃げ出そうとしたのだが、なぜか娘から目が離せず、体が思うように動かない。彼女はにっこり微笑み、彼を手招いたが、次の瞬間、 その美しい姿は無残に焼けただれ、赤くてらてら光る肉塊に変わっていた。うわ一気に呪縛が溶け、彼は全速力でその場から逃げ出した。そして、方法の手で家へたどり着いたのだが、そのまますぐ高熱を発して倒れ、寝込んでしまった。 毛布や布団を数枚重ね、こたつを入れ、ストーブを焚いてもまだ寒く、下熱剤を服用しても熱は下がらない。ほんのわずか大きく息をしてさえ体中の関節がきしむようだ。頭は割れそうなほど強烈に痛み、眠ることすらままならない。そんな彼の枕元へ、 家の猫がそっと近づいてきてペタンと座るとなぜか尻尾の先で彼の額をポンポンと軽く叩き始めた。これと家人が猫をたしなめ別室へ連れ去るのだが気がつけばまた舞い戻り尻尾の先でポンポンとやり出す。不思議なことに そうされると苦しさが幾分楽になる、と彼が歌人に告げたので、猫はそのまま放っておかれることになった。いつしか少し眠ってしまっていたらしい。彼が気づいた時、あたりはもうすっかり暗くなっており、そばには誰もおらず、部屋はしんと静まり返っていた。猫は相変わらず、 尻尾で彼の額をポンポンと軽く叩いている。あれからずっとこうしていたのだろうか。彼は思わず胸が熱くなった。もういいよ。お前も疲れたろ。出ない声で語りかけると、猫は彼の顔を見ながら顔をほころばせ、ふふふ。 優しい声を立てて笑ったありがとうな撫でてやりたいがそれもできない自分が口惜しかったフフフッと猫は再び人間のように笑い心配しなくてもいいんだよとでも言いたげになお優しく尻尾で彼の額を叩き続けた 翌朝、彼が目覚めた時、高熱も頭痛も何もかもが嘘のようにきれいさっぱり消えうせていた。そして、老病の姿もまたふっつりと見えなくなっていた。家族で一生懸命辺りを探し、近所の人にも声をかけて探してもらったが、やはりどこにも見つからない。 よれよれでもいいから帰ってきてほしい。今度は俺が面倒を見てやるから。彼は今日も猫を探している。療養中。 俺は東京で働いていて家庭を持ってたんだが、2年前からちょっときつい病気になって入退院を繰り返して会社をクビにされた。これが主な原因なんだが、その他にもあれこれあって女房と離婚した。子供は女の子が2人いるんだが、俺が生活能力がないんで女房が育ててる。 申し訳ないと思っているが、今のとこ、養育費なんかも払えないでいる。それでなんとか病気の方は証拠を得て、今は郷里に帰ってきて療養している。療養というと聞こえがいいが、実際は、年老いた両親のもとに一文なしで帰ってきた厄介者だから、当然、近所も親戚の評判も良くない。 で、こっちに帰ってきてパチンコに行く金すらないから、暇な時間は釣りをして過ごすことにした。竿は中学校の時使ったファイバーのやつで仕掛けもそのまま残ってた。それで、近所の川でずっと船釣りをしてた。で、先月のことだ。その日も朝から釣りをしてて、 仕掛けは恋用に変えてたから超過はなし。日が暮れたんで帰ろうと思って竿を上げたら、針になんか引っかかってるんだよ。手元に寄せてみたら、ぐしょ濡れの15センチばかりの人形で、プラスチックなんかでできてるんじゃなく、中に綿を詰めた布製で、髪の毛が毛糸でできてる女の子の人形。 俺はそれを見て、あっと思った。もう30年も前の記憶が一気によみがえってきた。俺が幼稚園の頃なんだが、近所に、ミキちゃんという一つ下の女の子がいて、よく遊んでた。その子の家は、俺の実家から100メートルくらい離れた通りの向かい側で、 バラックに近いボロボロロの家だった今はスーパーの駐車場になっててないけどなその子は片親でアルチュうの親父と暮らしてたから格好も汚くて髪もボサボサで遊ぶものもほとんど持ってなかった家でほとんど構ってもらえなかったんだろう幼稚園にも保育園にも行ってなくて俺が幼稚園から帰ってくるのをずっと ずっと俺の家の前で待っててお兄ちゃん遊ぼっと言って駆け寄ってくるで釣り上げた人形はその子がいつも脇に抱えてたやつによく似てるんだよなんでこの人形のことをすぐに思い出したかっていうと実はそれは俺が川に投げ込んだからなんだ 俺が小学校に入って、ミキちゃんとはほとんど遊ばなくなった。これは、ミキちゃんと遊ぶと、新しくできた小学校の友達からからかわれるというのが大きかった。だからいつものように、ミキちゃんが俺んちの前で待ってても、話をしないで横を向いて家に入っていくようにした。その頃には、 ミキちゃんはボロクズのような格好になってたし、ある中の親父が酒場なんかのあちこちで迷惑をかけるせいで、俺の両親もミキちゃんと遊ぶのを歓迎してなかったしな。ある日、俺が河川敷で友達と野球か何かして遊んでると、ミキちゃんが近づいてきて、その人形を草むらに置いて、膝を抱えて俺らが遊んでるのを見てる。 俺は友達からからかわれるのが嫌だったから、みきちゃんに帰れって怒鳴ったんだ。だけどそれが聞こえないように、やっぱりニコニコしてこっちを見てる。俺はなんか無性に腹が立って、みきちゃんの方に走っていくと、草の上に置いてあった人形を掴んで川に投げたんだよ。人形は土手の下の草に落ちて、川まで落ちたかどうかはわからなかった。 ミキちゃんは、俺のやったことを見ると、はっと息を飲んで、ものすごく悲しそうな顔をして、とぼとぼと帰っていった。で、それから一ヶ月くらいして、ミキちゃんは、アルチューの親父に殴られて死んだんだ。釣り上げた人形を見て、それらのことをバーッと思い出した。 でもありえないだろ。三十年以上前の布の人形がそんなに残ってるなんて。だから、よく似てるけど、全く別のものだと考えることにして、もう一度よく見ようとしたら、耳元で、お兄ちゃん遊ぼという声がはっきり聞こえたんだ。振り返ってあたりを見回しても誰もいない。 俺は水を浴びせられたように続々としてその人形を川に捨てた。そしたら水を吸ってるせいなのか人形は石のように沈んですぐ見えなくなった。俺は逃げるようにしてその場を離れたんだが一人になってあれこれ考えているうちにものすごく切ない気持ちになったんだ。 それでずっと忘れてたミキちゃんの墓参りに行こうと思った。で、お袋に場所を聞いて行ってみた。ミキちゃんの墓は本家筋の墓の脇に小さな自然石が置かれてるだけだった。親父は警察に捕まってるし墓があるだけでもマシなのかもしれないとか考えながら手を合わせているとは。 と日が陰って、セミの鳴き声が止んで、そのこけむした自然石の墓の影から、黒い小さな影が立ち上がった。そして、お兄ちゃん頑張れ、と、小さな声で言った。いや、小さな声が聞こえたような気がしただけ、黒い影を見たような気がしただけ、すべては幻覚だったと思う。 で、帰る道すがら、女房に預けてある二人の娘のことを考えた。頑張らなきゃいけないなって思った。それから、みきちゃんの墓には大きな人形を買ってお供えしようと思ってる。まあ、これだけの話。 予約席学生時代、おじが経営する小さな小料理屋、居酒屋で手伝いをしていた。常連客で70代の M さんという真っ白な頭のじいさまがいた。ほぼ毎日、開店の16時くらいから24時くらいまでいる超顧客。 現役時代は物書き系の仕事をしてたためかちょっと癖があり他の常連客は一線を引いていた3年くらい前に奥さんが亡くなってからほぼ毎日通ってくれているんだそうでおじも大切にしていたそんな M さんはいつも特等席のカウンター奥で一人でちびちび飲んでいたなんとなくちょっとかわいそうで 俺は割と話しかけていた。仲良くなると意外と面白く、古く興味深い話なんかも聞けるので、俺はいつの間にか自然と M さん担当みたいな役割になっていた。M さんがある日を境に急に来なくなった。おじは気にしながらも、M さん携帯持ってないし、自宅番号も知らんから連絡取れない。 そういえば、前にも急に来なくなったことあったな。なんだか、隣に座った客が気に入らないとかが理由だったかな。ちょっと変わった感じの人だから、おとぼり冷めたらまた来るだろ。う。病気とかっていう話は聞いてないから大丈夫だと思う。と。おじからしても、他の客がいない時間帯の話し相手なので、態度にはあまり出さないが、かなり気にかけていたようだった。 ある日の開店直後、おじに買い物を頼まれたので近所のスーパーへ。戻ってきた時にチャリを置いている最中、お客さんいるかなという感じで何気に店内をちらっと見てみた。カウンター奥に M さんの姿があったので、ああ、久々だな、と。しかし店内へ入ったらおじしかいなかった。あれと思い、 おじさん、M さん来てないのと。するとおじは、はまだ誰も来てないよ。なんでと真顔で。今外から見えたということを話すと、おじに、誰か通り過ぎたじいさんでもガラスに映って見えたんだろう。と言われた。俺は、いや確かに M さんだった。とは思ったが、放置。 それから約2週間後の午後、おじからすぐ店に来いと突然の電話。急いで行くと、開店準備中の店内には、おじと60歳くらいの女性がいた。誰だこの人、と思ったら、その女性は M さんの妹さんだそうな。時々一人で暮らす M さんを心配して家に行くそうで、 1>, 1ヶ月ほど前に家を訪ねた時に M さんが倒れていたとかそれで M さんはそのまま入院して息を引き取ったとその後妹さんが遺品整理をしていたら日記が出てきてそれを読んでたら店で飲んでることばっか書いてたらしいそれで妹さんが店を探して電話をかけて挨拶に来たということだった 日記は少しだけ読ませていただいたが、おじや俺や、数少ない仲のいい客と何を話して楽しかったとか、俺のことは結構書いてあったので読んでいて涙が出た。その日さすがに店は休んで、ちびちびと二人で飲んでいた。少し前に俺が見た M さんを、死ぬ前に来てたのかな、などと話していた。酔ったおじが、 M さんの特等席は半永久的に使うのやめるか。三年間毎日通った解禁書だ。と言い出したので賛成した。そして叔父は予約席、リザーブドのプレートを買ってきて置き始めた。事情を知っている常連客の人はその席にリンゴを持ってきたりしていた。以後、 おじの店には不思議なことがたまにある。おじが大好きな演歌歌手や大好きな元プロ野球選手が突然訪れた。急に雑誌で飲み屋だが飯が激うまと紹介されたこともあり、それが原因で客足が増え昼間の営業を再開することとなった。以前昼営業をやった時期があったが客入りが悪くてやめた。 最近俺が客として久々に顔を出した時のこと若い子供連れの新しい常連客らしいご夫婦がいたまだ4歳くらいの娘さんがカウンターの奥を指さして突然そこに頭の白いおじさんがいるよと言い出した母親が慌ててすいませんこの子時々変なこと言うんですと苦笑いで謝っていたらおじが どんな人なのと聞いた。小さい子は、頭が白くてね、こっち見て笑ってるよ、と言った。おじと俺は目を合わせた。俺は鳥肌が立ったが、怖くはなかった。おじは、頭真っ白って言ったら、M さんしかいないよな。今そこか。へへ。 すると一瞬、店内の薄暗くしてある電気が、ブワッと光が強く明るくなり、すぐにまた薄暗くなった。おじは、嬉しいんだか怖いのを隠しているのかわからんけど、ひたすら、んへへ、んへへ、とだけ笑っていた。それからおじは店の片隅に、店内で撮った M さんの写真をさりげなく置き、 開店前には手を合わせて「今日もよろしく」と言っています「ひ私が実家と呼んでいる家はもともと祖父母の建てた父の実家で両親の離婚とともに 父方の祖父母宅へ預けられた形になる。つまりは、住むようになる前は、私にとってはいわゆる、おじいちゃんおばあちゃんの家、だったわけで、子供の私は、父の規制に合わせて泊まりに行くのが、いつも楽しみだった。しかし、どうしても好きになれないことがあった。 建てられた当初はそれなりにモダンな洋風の造りだったのだろうがその年代の住宅として例に漏れずその家には仏間が設けられていたその仏間が私たちのような親族が来る際の客間としても使われていたのだ本当に幼い頃は察して気にもしていなかったがある程度物事が分かるようになる小学生くらいの時分には仏間で眠るのが 怖くなっていた眠っている間中どこからか視線を感じるのだ部屋にあるのは仏壇とその上に飾られた話した記憶もない被祖父の遺影のみだそれがこちらを見ているような気がしてならなかったそしてその視線はなぜだか 私を拒んでいるような気がしたのだ見られているだけで金縛りにあったりだとか声を聞いたりだとかそういったことは起こらなかったそのため恐怖症といったものは別段なかったがどうにも苦手な感覚でろくに寝つけないこともしばしばだった祖父母や父に「非祖父はどんな人だったのか尋ねたことがある」 気性は穏やかだが家族や仕事には厳格な面を見せることもあったそうだ私は悪い子だからひいおじいちゃんに嫌われている子供心にそんな風に思ってひどく悲しかったそんなことが何度かあった後のことだ小学三年生のんにいつものように帰省した 私はこの時期の仏間が一等苦手だった。視線が増えたような気がしたからである。この夜、私は暑さのせいもあってか寝つけず、ふと目を開けた。視界の端に、隣で眠る家族の誰のものでもない頭が見えた。驚いて身を起こすと、仏壇の前の座布団に、 綺麗な姿勢で正座して手を合わせる、着物姿の老人の姿があった暗がりのせいもあってか年老いた男性であることしか分からなかった不思議と怖いとは思わなかった老人は私が起きたことに気づいたのかこちらを振り返ると穏やかに微笑んだまるちゃんかい。 私の名を出されて驚いたが素直に「はい」と答えた「どうだい学校は楽しいかい好きなことはあるかい?」そんな風に他愛もない話を続けた穏やかな時間だった後になって気づいたことだがその男性と話している間だけどうしてか むすようだった部屋の気温が心地のいい涼しさになっていたようだったしばらく会話をしていると急激に抗いようのない睡魔に襲われた「今日はもう遅いからゆっくりお休み」男性の静かな声に促されて体を倒すと枯れ枝のような腕が優しく布団をかけた。 目を閉じ、泥のように眠りに落ちる最中、唐突に気づいた。視線は、あの仏壇からでも家からでもなかった。ずっと、窓の向こうから室内へ投げかけられていたのだ。それが今は、一切感じられないのだ。ああ、そうか。私嫌われてなかった。守ってくれたんだ。 安心感に包まれて深い眠りに身を任せた翌朝目を覚まして真っ先に目に入ったのは朝日に照らされて緑を光らせるひい祖父の遺影だった枠の中には穏やかに微笑むあの夜の老人の姿があった。 兵隊さんとの思い出子どもの頃いつも知らない人が私を見ていたその人はヘルメットをかぶっていて襟足に布がひらひらしてて緑色の作業服のような格好で足には包帯が巻かれていた小学生になって分かったが まさに兵隊の格好だったその兵隊さんは私が一人で遊んでいる時だけでなく校庭で遊んでいる時や母と買い物でスーパーに行った時いつでも現れた少し離れたところで立って私を見つめている自分以外には見えていないしいつも いいつの間にか消えている私も少しは怖がっても良さそうなものだったがなんせ物心ついた時からそばにいるし何よりその人から恐怖心を感じるようなことは全くなかったきりっとしてて優しげで古き良き日本人の顔って感じだったやがて中学生になった。 ある日いつもと違うことが起きたテストを控えた寒い日夜遅くに私は台所でミロを作っていたふと人の気配がしたので横を見ると兵隊さんがいたけれどその日は手を伸ばせば触れるくらいそばにいた ボケた私が思ったことは意外と背低いんだなくらいだったそれは何でしょうか体の中に声が響いたような感じだった兵隊さんを見るとまじまじとミロの入った鍋を見ている「ミロって言ってもわかんないよね」と思った私は 半分こしようと言ってミロを半分に分けてカップを兵隊さんに渡した失礼しますそう声が響いて両手にカップを持ってフーフーしながら兵隊さんはゆっくり飲んでいたその時の兵隊さんの顔は柔らかくてすごく嬉しそうだった 飲み終わってまた声が響いた「こんなにうまいものがあるんですね」「少なくて悪いかなと思った私はおかわりすると聞いたが兵隊さんはカップを私に手渡して敬礼してふっと消えてしまった」 別の日に一人で家にいるとき、クッキーを作っていた。焼き上がり、冷まそうとお皿に並べていたら、人の気配がしたので窓を見ると、庭先に兵隊さんがいた。私はおいでよ、と手招きをしたが、兵隊さんは、にこっとして、首を横に振った。あれと思っていたら、兵隊さんは敬礼して、ふわっと、 と消えたヘルメットから出てる布がふわりとしたことを覚えてるそれきり兵隊さんは私の前には現れなくなった今でも兵隊さんのことを思い出すおいしいものを食べた時や料理がおいしくできた時兵隊さん どこかで美味しいものを味わえているかなと夜桜桜も満開のシーズンを迎えてお花見をしている人もちらほら見かける俺自身 花見というものにそれほど興味などがなかったのだけれど、あることがきっかけで花見が好きになった。高校を卒業して大学進学のため上京した俺の安いアパートの近くに公園があってすぐ横に大きな桜の木があるんだ。公園といってもスペース的にはそんなに広くなくて桜の木の横に 三つほどの遊具が併設してあるようなもので、正直、花見のシーズンじゃなきゃ、あんまり人も寄るようなところではない。春には太い幹から上へ横へと伸びた枝から咲き誇る花びらの美しさと、その場にただ一本しかない桜の木、ということで、圧倒されるほどの存在感があり、花見をしている人をよく部屋の窓から見てた。 その公園には毎朝掃除をしているおじいさんがいるんだけど、夏には雑草の草むしり、秋には枯葉やゴミをほうきで集めたり、遊具を磨いたり、雨風が強い日には木の枝が折れないように手入れする、などの真面目なじいさんで、見事な仕事っぷりだった。仕事って言っても多分退職したじいさんがボランティアでやっているのだろう、ぐらいに思っていた。 スーパーやコンビニに行ったり、通学のためにその公園を毎回通っていたのだけれど、特にそのじいさんに喋りかけるでもなく、視界に入っては、また掃除してるな、ぐらいで、ただ遠くから見る程度だった。そんな日が続いて、俺が大学の4回生になり、無事卒論も提出し、もうすぐ卒業、という桜シーズン一歩手前の時期に、 いつも来るはずのじいさんが来なかった。風邪でもひいたのだろう。事情があって来れない日ぐらいある。とか思ったが、一週間も姿を見ない日が続くと、少し気がかりになっていた。数日後には寒さも落ち着き、桜のつぼみが徐々に膨らみ始めた頃で、地元に帰っての就職が決まっていた俺は、あの桜を見るのは今年で最後か。 なんて寂しくも思っていたが、人混みが苦手なので、今年も花見を釣るつもりはなかったのだけど、ある夜、自分の部屋に友達を5人ほど呼び、卒業と就職祝いなどで酒を飲みながら思い出話に花を咲かせていると、酒がなくなったのに気づき、いつも行くコンビニまで一人で買いに行く途中、あの公園を通った。時刻は午後10時を過ぎていて、 公園は暗く、入り口付近にある街灯だけが唯一の明かりだった。コンビニで缶ビールなどを適当に買い、急ぎ足で公園を抜けて帰ろうとした時、俺は自分の目を疑った。数分前に通った時、まだつぼみだったはずの木に、満開と言っていいほど桜が咲いていたのだ。俺は、えまだ開花には早くないか いや、咲いてたとしても、こんな満開に。と驚いていると、桜の木の陰に人影が見えた。その人影がこちらに近づいてくるのがわかり、暗い中、目を凝らしてみると、あの、清掃しているじいさんだった。夜も手入れしてるのかよ。とか、久しぶりだな。とか思っていたら、 近づいてきたじいさんが、俺に向かって軽く会釈したので、俺も会釈し、こんばんは、と挨拶した。酒に酔ってたのか、もう離れるからなのか、久しぶりにじいさんを見てなのか、俺はじいさんに話しかけようと思って、桜をじーっと見ている中、綺麗な桜ですね、と、ありきたりな言葉をかけると、じいさんは今まで作業の時に見てた真面目な表情とは違って、 照れるように笑って頷いた。その笑顔に俺も調子に乗って、でも早くないですか咲くの。とか、きっとおじいさんの手入れのおかげですね。とか言ったら、じいさんが小さく顔だけ俺に向けて、いつも見てたよ。卒業おめでとう。とか言って、その言葉にテンション上がって、ああ、ここ通ってるの気づいてたんだな。通るとき挨拶すればよかったな。 とか思ってたら、じいさんが静かに、花見好きなんだよってつぶやいた。ちょうどいいと思って買ってあった缶ビールを渡したんだ。俺もビール片手に桜眺めながら飲んでたんだけど、じいさん、ビール持ったまま後ろで手を組んで桜をずーっと見上げてるんだ。ニコニコしながら。もっといろいろ話して聞いてみたいことあったんだけど、 それまで飲んで酔いが回ってきたのとテンション上がったので立っていられなくてその場に座ったまま寝てしまったんだ気がつくと友達に肩をゆすられ俺は桜の木に座ったまま寄りかかるようにして寝ていた帰りの遅い俺を心配して探しに来てくれたらしい慌ててあたりを見渡しじいさんを探すんだけどどこにもいない俺の横には じいさんに渡した缶ビールが未開封のまま地面に置かれ、手にはまだ少し残っている缶ビールを持っていた。そして、不思議なことに桜の木に花は咲いていないし、それどころか地面に一ひ平ひの花びらも落ちてない。友達には、満開の桜が、とか言ってももちろん信用されなくて、こんな肌寒いのに満開と馬鹿にされた。 でも、確かに薄暗かったけど、桜は咲いていた。と思う。後日、じいさんに話しかけようと、自分の部屋がある建物2階の窓からちらちら覗いたりして探していたが、また1週間ぐらいは来なかった。引っ越しの準備を始めようとした頃、公園には、あのじいさんではない40代ぐらいの男性が清掃に来るようになって、どうしても気になって、 引っ越しの当日にその人にあのじいさんのことについて尋ねた。するとその人は、あれはね、僕の父でね、この間亡くなったんだよ。と優しく答えてくれた。特事って言ってね、この地域では桜好きの特事って有名だったんだけど、町内会のみんなで花見するのが毎年の楽しみで、いっつも桜の木見に出かけてたんだけど、 最近は病院で寝たきりで、ついこの間ね。今年の桜はあと少しで見れたんだけど。その人は他人の俺に心よく話してくれた。その後もその人から聞いたんだけど、毎日通っていく子がいるって話してたらしくて、あんまり人が寄るところじゃないから、すぐ覚えられたらしい。そしてじいさんは若い頃から仕事もしつつ、 公園の掃除をしていたことや、今はここの人が代わりにに清掃などををしに来てていることを教えてくれた。今ではやっぱり夢なのかもと思いつつ、そういえば卒業のこと言ってなかったのに、どうしておめでとうって言ったんだろうとか色々考えたりするけど、あの少し残ってた缶ビールを飲んでしまおうとした時、ピンク色の花びらが缶の口元に載っていたことは、じいさんからのお祝いだったのかな、 とか勝手に思っている。それからは桜を見ると頑張ろうって気がして、花見も悪くないなって、今年も計画中です。寝付け。これは、 私が小学3年生の時に体験した話です。男の人の言葉は丁寧だったのですが、独特の荒さと方言が混じっていたため、うまく再現できなかったので標準語です。当時の私の家族構成は、母方の祖父母、父、母、姉、です。祖父の唱歌を立て直すことになり、壊す前に、 家族全員でご挨拶に伺いに行きました。山だらけの県ですので、祖父の商家もまた山の中にありました。普段は田舎とはいえ、県庁所在地付近の平地に住んでいる私は、坂道だらけのレトロな雰囲気が物珍しく、周囲を探検することに。親戚のお家のすぐ上に古い小さな神社があり、 小さなブランコと鉄棒、砂場らしきものがありました。一通り周囲を歩き、姉と父母はすぐ向かいにある小学校の校庭で遊んだりひなたぼっこをしていました。私は神社の雰囲気を気に入っていたので、もう一度見に行ってくると家族に告げ、神社へと向かいました。神社には大きな木があり、 枝ぶりも大きく、歯の擦れ合う音が心地いい。私はブランコに腰をかけ、木を見上げていたのですが、ふと人の気配を感じて視線を落としました。そこには、着物を着た男の人が立っていました。綺麗なカッチリとした着物ではなく、着流しというのでしょうか。普段着といった雰囲気の着物。足には下駄。 年齢は多分20代後半から30代前半という印象。左腕の肘の少し下あたりに大きな切り傷のような跡がありました。近所の人かな今時着物なんて変わった人だな、と思いつつ、こんにちは、と頭を軽く下げながら挨拶をしました。すると、表情のあまりなかった男の人が、 嬉しそうに目尻に笑みを浮かべて、こんにちは、お嬢。と挨拶を返してくれました。お嬢この辺では女の子のことをそう呼ぶのかなますます変わった人だ。と思いながら、なんとなく気まずかったので、視線を木の枝へと戻しました。ですが、その男の人は立ち去る気配を見せず、恐る恐るそちらへと視線を向けました。 男の人は少し寂しそうな顔をして私を見ていました。居心地が悪くなり、私の方が立ち去った方が良さそうだと判断し立ち上がりました。すると、お嬢は楽しく暮らしてますか今幸せですか寂しそうな顔のまま男の人が話しかけてきました。わあ。 もしかして宗教の人だったりするのかなまずいな。と思ったのですが、男の人の表情に無視するのもはばかられ、学校も家族も楽しくて幸せです。と、だから宗教はいらないですよ、的な意図を込めて返事をしました。本当に不幸だと感じたことはなかったですし。すると男の人はまた嬉しそうな顔をしていったのです。 そうですか。そりゃよかった。やっぱり、親父さんは間違ってなかったんですね。本当によかった。さっぱり意味のわからない私は、答えた後素早く立ち去る算段だったことも忘れ、ますます笑みを浮かべる男の人を見つめて、固まってしまいました。男の人がちょっと変わった近所の人なのか、危ない宗教の人なのか、 判断はできなかったのですが、不思議と悪意がないということは伝わり、悲しそうな笑顔じゃなくなってよかったな、と素直に感じていました。立ち去ろうと、あの、それじゃあ失礼します、と声をかけかけたところで、ふと木の枝が大きくざわつき、急に寒くなりました。先ほどまで暖かかったのに、歯がガチガチ言うほど、 ぞくぞくと体が震えました。寒くなってきた方向に目を向けると、神社の入り口に何か黒いものがいました。黒いもやのような、でも人型に近い黒い何かでした。目にした途端、激しいめまいと吐き気に襲われ、うっ、<laughs> と思わず声が漏れるほどの息苦しさ。 ずっちゃ、ずるずっちゃ、ずっちゃ。気味の悪い濡れたような音を立てながら近づいてきます。近くなってくると、黒い中に皮膚が溶けた後に焦げたような黒い肌らしき輪郭や、おそらく長い髪であろうことがわかるようになりました。立て続けに起きたよくわからない状況と、初めての とんでもない恐怖にパニックを起こしかけたその時、スッと私の視界は黒いものから遮られました。男の人が私を背にかばうようにして間に入ったのです。大丈夫ですよ。お嬢は絶対俺が守りますからね。振り返らずに男の人がそう言いました。声が出せなかったので、 頼もしい背中と言葉に泣きそうになりながら、ただ何度もうなずいて返事をしました。しかし、息苦しさで過呼吸を起こしたのか、その後は息をするのが苦しいと思ったところまでしか覚えていません。頭を撫でられる感触に私は目を開けました。そこはあの神社。暖かい日差しと大きな木。 私はブランコに座っており、傍らにはあの男の人が私の頭を撫でながら立っていました。あの黒いもののことを思い出し、バッと神社の入り口を見たのですが、そこに黒いものの気配はありませんでした。ほっと息を吐いたのと同時に、男の人が私のことをかばってくれていたことを思い出しました。怪我しませんでしたか大丈夫ですか あの変なのは。慌てて男の人に聞くと、もういませんよ。このくらい大丈夫。お嬢に怪我はさせられませんからね。と、優しく微笑んでくれました。でもよく見ると、左腕にあった傷の跡近くから少し血が出ているし、あちこち服も汚れています。私は半泣きで、ごめんなさい。ごめんなさい。 怪我させちゃってごめんなさい。と、先ほどの恐怖を思い出し、謝り続けました。あんなに気持ち悪く得体の知れないものと、私をかばいながら退治してくれたのです。大変じゃなかったわけがないのに、ただ怖がってパニックを起こしていた自分が情けなくて、申し訳なくて、涙が出てきました。黒いものから逃れられた安ドも手伝って、 涙は止まりません。あの、親戚の家が近くなんです。毛が消毒するので、一緒に来てください。やっとの思いでそう言うと、くしゃくしゃと今まで以上に嬉しそうな顔で、やっぱり間違ってなかったんだな。そう言いながら、私の頭を先ほどより大きくかき混ぜながら撫でます。お嬢は、優しく育ったんですね。 そう言って私の頭から手を離しました。その手を私の目の前に持ってきて何かを差し出します。これをどうぞ、持って行ってください、お嬢。紫と緑と黒の太い組紐の先に直径4センチくらいの木製の黒い丸いものがついてました。そこには祖父の家の家紋が掘ってありました。 後で聞いたのですが、これは寝付けという昔はお財布とかにつけていたものだそうです。受け取るか迷っていると手を取られ手のひらに乗せられました。ありがとう。男の人の声が聞こえ、お礼を言うのは私の方なのに、と顔を上げた先にはもう男の人はいませんでした。それどころか顔を上げる瞬間まで、 暖かな日差しが出ていたはずなのに、あたりは茜空になっていました。手に持っていたはずの寝付けもありません。再びの奇怪な状況に、またあの黒いものが来るのではないか、と、慌てて神社を駆け抜け、親戚宅に戻りました。親戚宅に戻ると、こっぴどく祖父と父親から怒鳴られ怒られました。 戻ってこない私を心配し、家族や親戚が車まで出して探していてくれたそうです。家族に神社に行くことを告げていたし、神社にずっといたのですから、こんな騒ぎになってるとは思わず、驚きました。ずっと神社にいたことを言ったのですが、神社には初めに探した後も何度か探したのだそうです。しかし、その狭い敷地内に私は見当たらなかったとのこと。 どこに行っていたのか正直に言うようにと詰め寄られたのですが、本当にずっとブランコのそばにいたし、嘘は言ってないので他に答えようがなく、あの変な話をしたところで信じてもらえるかわからないので、男の人に会ったことだけを話しました。みんなの中では、知らない人に話しかけられついていったという解釈をしたようで、さらに怒られ、玄骨もいただきました。 信じてもらえずひたすら怒られ、先ほどの出来事は自分の生々しい妄想か白チュームか、と自分の頭が真剣に心配になってきた頃、親戚の人がなだめてくれてようやく帰宅することになりました。散々怒られ凹んでいた私に親戚の人がお菓子をくれ、それをカバンにしまおうとして気がつきました。あの寝付けがカバンに入っているのです。 慌ててそれを手に取り、家族や親戚に私のカバンに入れたかを聞いたのですが、誰も入れていない。ですが、寝付けを見た親戚のおじさんが、ちょっと待ってて、と言い、違う部屋へと消えていきました。その間におばさんが説明してくれました。その寝付け、普段は神棚に置いてあるのよ。おかしいわね。いつ私ちゃんの鞄に入ったのかしら。 あの、私、神棚をいじったりしてないです。散々怒られた後なので、怒られる前に自己申告しました。私ちゃんじゃ無理よ。高いところだから、椅子を使っても届かないわよ。と、ほがらかに肯定してくれたので、安心しました。そこへおじさんが戻ってきました。それ、うちのじゃないな。 うちのは神棚にあったよ。と、持ってきた根付けを見せてくれます。確かに同じデザインのものでした。私のカバンに入っていたものより古めかしいという違いはありましたが、男の人にもらったものかもしれない、とは確信もないので言い出せずにいると、縁起物みたいなものだから、せっかくだから持って行きな。いいよね、おじさん。 カバンに入っていた根付けは私がもらうことになりました。しばらくしてほとぼりが冷めた頃に根付けのことについて祖父に聞きました。以下は祖父から聞いた話です。祖父の祖父の代まで祖父の家系はいわゆる任形一家の親分さんだったそうです。しかし祖父の祖父が財産を山二つ分食いつぶし、 それを見て育った祖父の父は、一家を辞め、商店を経営することに。その時に、家業が変わっても絆は変わらない、というような意味合いで作られ、一家のものに配られたものだそうです。祖父の父の遺言により、14人もいる祖父の兄弟は、誰一人そういった道に関わっている人がいなかったため、全く気がつきませんでした。父もこの日、初めて知ったそうです。 ここからは私の予想でしかないのですが、あの男の人は祖父の父の代で生きていた人ではないかと。そして、祖父の父を大事に思ってくれていた一家の一人ではないかと思っています。家業を辞めてまで選んだ道は正しかったのか、疑問に思ったまま亡くなった方なのではないでしょうか。私に霊感はなく、あんな怖いものを見たのも、 不可思議な体験をしたのもこれ一度きりですが、白チ夢ムではなかったと思っています。今でもあの寝付けは毎日持ち歩いています。くじけそうになった時、そばにあると不思議と頑張れる気がしています。